いよいよクライマックスに向けて盛り上がってきたトリリオンゲーム。前8回の冒頭には、例によって未来軸のトリリオンゲーム社の様子が書かれましたが、やはり春、メグロレンの姿はなく、ガク、サノユトがトップになっているようです。では一体、春はどこに行ってしまったのでしょうか。無事に目標として掲げていた1兆ドルトリリリオンダラーを稼ぐ。 ことはクリアできたのでしょうか。彼らを潰そうとする大企業のドラゴンバンク社との熾烈な争いの行方とは。第8回のラストで、ドラゴンバンク社の社長、国流、国村淳、が春に、君はキリカ、今田美ミと結婚して国流家の人間になりなさい、というまさかの無茶ぶり発言をしたことで、思わずのけぞった視聴者も多かったのでは。最初は春を舐め切っていた国流ですが、 ようやく彼の器の大きさに気づいたよう。自分の DNA を受け継ぎ、美しい企業戦士となった娘の桐姫。どうやら彼女自身も春にご就寝のようですが、ドラマでは相手にとって不足はない、という感じで、春の子を敵主として前線を繰り広げてきました。それにしても、目黒さんと桐姫役の今田さんのオーラが毎回眩しいです。今夜、 第9回が放送されますが、まずは先週放送されたこの第8回から振り返ります。ゲーム事業やテレビ事業が絶好調となり、収益を大幅に伸ばしたトリリオンゲーム社。それに対抗すべく、霧姫が背負うとなった動画配信サービスの D レックスも攻めの姿勢を押し通します。アジアの大手家電メーカーと業務提携をした D レックスは、テレビのリモコンに専用ボタンを設置し、 月額料金を1年完全無料にするという大胆なプロモーションを会見で発表します。霧姫は、その公の場で、配信好調なトリリオンゲーム社のことを、ベンチャーに毛が生えたような競合他社、と揶揄したことで、会見に参加していたあかり、桃田かな子、の闘争心に火をつけました。あかりは霧姫に、トリリオンゲーム社への宣戦布告ですね、と切り出した後で、 ルさんのわがままは、仲間のためのわがままです、と春を擁護する発言をします。すると霧姫から、あなたは春が好きなのとドストレートに聞かれたアかりは、はい、好きです、と答えたことで、場内は騒然簡単不。このリキ VS あかりという一歩も引かないプチ対決シーンも見応えがありました。また、春が DX 社の戦略への一発逆転案として、 アニメスタジオポポラの新作の独占配信をしようと動きます。これは原作にはないドラマならではのオリジナルストーリーですが、原作のエッセンスを見事に活かしつつ、既存の制作会社を彷彿させるような物語が実に興味深かったです。このポポラの才能あふれるわがまま監督、宇佐美まりがこの回のキーマンでした。演じたのは麻生由美です。興味深かったのは、 傍若無人な宇佐美監督と、なプロデューサーで、話のわかる調整役でもある安住久子、中島ひ子との深い絆です。全くタイプの違う性格である二人は、ビジネスパートナーにして名優で、二人でスタジオポポラを大きくしてきました。その関係性はまさにハルト学の関係性そのもので、そこがオーバーラップし、オリジナルストーリーながらも胸熱な内容となりました。 最終的にはスタジオポポラがドラゴンバンク社ではなく金は出しても口は出さないというクリエイティブファーストを打ち出したトリリオンゲーム社とタッグを組むことを決めこの回も春たちが勝利したことで一見落着簡単符原作もそうですが毎回ものづくりの奥深さやクリエイターたちへのリスペクトに溢れたストーリーが繰り広げられ熱いものが込み上げてきますさて第8回の最後に 国龍が、春、学、稽動院、吉川孝治、が持つトリリオンゲーム社の株式を700億円で全て買い取りたいという、とんでもないスケールの買収話とともに、お霧姫と春との結婚話を持ちかけてきました。果たして春たちは、どんなカードを出したのでしょうか。そして春たちは、次なるはキャッシュレス決済事業に目をつけ、QR コード決済サービス、トリンリンペイ、 開発しし天下を取ろうと動き出します一方、子会社のスーパーマーケットチェーンに移動させられたキリキ、未だミオは、ドラゴンバンクの電子マネー、ドラコを使った新戦略を思いつきますが、なんとキリヒメに春から思わぬ申し出が入ります。いよいよキリヒメと春の勝負に決着はつくのでしょうかまた、 ヘビのように執念深そうな黒竜はどんな切り札を持ってくるのでしょうか今回もまた見逃せない展開となりそうなので、今宵も放送をお楽しみに。TBS テレビ金曜ドラマトリリオンゲーム毎週金曜夜10時から放送。見逃し配信は TBS フリー、TVer などでご覧ください。原作コミックトリリオンゲーム は今なら期間限定丸ごと試し読みも。トリリオンゲーム、原作、稲垣理一郎作画、池上良一。1から7週発売中、定価715円、税込み。稲垣理一郎池上良一の最強タッグ、1兆ドル稼いで、この世の全てを手に入れろ。世界一のわがまま男、春と真面目な額最強の二人がゼロから企業、 ミラクルを起こす。Google、Amazon、Microsoft を食う。ドクターストーンの稲垣リーチ郎と、サンクチュアリの池上良一が放つ、最新にして最高簡単譜スタートアップコミックの決定版、誕生。